皆様こんにちは、韓中国です。オランダ議会は25日、中国共産党が新疆ウイグル自治区でウイグル人に対するジェノサイドを認定する動議を可決し、オランダは欧州で初めてウイグル人ジェノサイドを認めた国となりました。オランダ議会はより多くの欧州議会が追随し、同様の認定を下すことに期待していることを表明しました。政治週間ポリティカの報道によると、 三番目に大きい政党、自由主義政党民主66の下院議員であり、同党の外務報道官を務める少省島氏が提出した動議は、オランダ議会で可決されたといいます。動議では、中国共産党当局が新疆ウイグル自治区で実施しているウイグル人の生育権の鯉制限と懲罰的強制収容所は、国連総会決議260号の 集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約の中で定義されるジェノサイドに該当すると指摘し中国では少数民族のウイグル人に対して大量虐殺が行われていると述べました庄島氏は新疆の再教育収容所は推定100万人のウイグル人をはじめとするイスラム教徒の少数民族が収容されており 宇宙からも見ることができるほどの大規模なものだ中国共産党によるウイグル人への拘束は第二次世界大戦以来の少数民族の最大の投獄だと述べましたオランダのステフ・ブロック外相は「新疆のウイグル人の状況は非常に心配だ」「オランダ政府はこの問題について他国と協力するつもりだ」と述べました同報道によると彰島氏は25日 さらに北京で開催される2022年冬季五輪の開催地変更を求める提案書を国際オリンピック委員会に提出したといいます。1月中旬にトランプ前政権は中国共産党が新疆でジェノサイドを実施していると認定し、さらにカナダ下院も2月23日に中国共産党によるウイグル人へのジェノサイドを認めました。そして、 カナダ議会は世界で初めて新疆人に対する集団殺害罪で中国共産党を有罪と認めました。フランスやイギリスの国会議員も中国共産党に対して同様の措置を取るよう働きかけており、イギリスの民衆法廷では中国共産党が新疆ウイグル自粛で行っている罪を調査しています。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価と チャンネル登録をお願いいたします。